白線な綱は、油中白線な綱族の多年草。茎は分子しないで、直立し、高さは1 0 0センチメートルになる。根室用には、傭兵があり、形は高卵刑になる。茎につく葉は、下部のものには、傭兵があるが、上部のものには、ほとんどない。形容は、長さ5から1 2センチメートル幅1から5センチメートルの長卵刑から、高肥心型で、 先端は A 線形。基部は心形から、くさび型。円には、巨子があり、表面は、無毛デル面の葉脈状に細毛が生える。下記は7から8月。茎の先端に、長さ15から40センチメートルの相乗果樹をつけ、下の方から咲く。果樹と水平に開く小花柄に細毛が密生する。花は、白色の四弁花で、花弁は、長さ5から6ミリメートルの線形。 学編は、泡紫色で4個あり、長さ約5ミリメートルの光線形。湯髄は6個あり、内内側の4個が花びらより長く突出し、長さ8から10ミリメートルになる。髄は1個で、長さ3.5ミ、mm、リメートル。上角下は、長さ2から4センチメートル、幅4ミリメートルの光線形で、長い柄がある。種子は、長さ二ミリメートルの楕円型で、 広い翼がつく。和名の由来は、花が未完化の白線に似るなずなから。種小名テレスパーメムは、翼のある種子のの意味。日本では、北海道、本州中部地方以北に分布し、鉱山帯の、やや湿った草地やされ基地、山地の斜面の水湿地に生育する。世界では、ロシア極東地方、中国東北地方に分布する。ありがとうございます。